はい、皆さんこんにちは。レナでーす。サガです。エイティブローグでーす。今日は鈴鹿に来ます。フルーツサンドを食べたいからドライブします。有名なね、フルーツサンドが鈴鹿にあってなんかフルーツサンドのためにドライブに行くのも私たちだけかもしれない。確かにだから今日を車をレンタルしました。そうです、ポルシェのマカンを借りました。はい、可愛らしい車だね。うん、ずっと前に一回カイエンを借りて、そう、めちゃめちゃいいなと思ってて。やっぱポルシェはいいね。ポルシェがいい。カイエンのちょっと小さい版でしょ。一回りちっちゃいバージョンだね、うん、今日一日ドライブしていきたいと思います。行きましょう。というわけでレナさんの運転で行きましょう。前回カイエンめっちゃ楽しかったからこれも楽しいのかな。そうだね、まあレナが、あー間違えた。雨降ってないよいいよ。大きすぎない、小さすぎない、上からの目線。加速していい？どうぞ。じゃあはい、3、2、1、ゴー。おほほほほ。 SUV の加速って感じだね。うん、でもパワーがあることはわかるよ。満足ですか？スポーツカーを乗りこなしてきたレナ社長は満足できますか？いや、あれスポーツカーがやっぱり一番いいよ。はい、ということで鈴鹿で出ました。鈴鹿降りました。もう近いね。今横に鈴鹿サーキットがあるよ。おー、行ったことない。なんかチビバイク乗ってレーシングしてた今。え、できるの？そんな。いや、できるんじゃない、お金払ったら。え、バイクは絶対に無理だよ、私転ぶよ、こう。いいじゃん、こう転んだら転んだで動画的に面白いじゃん。ここんだよ。ついて、うわ、並んでる。やだな。クラマサンド、これめっちゃ並んでるよ。着きましたね。駐車場も満員だよ。わ、もう渋滞してますよ。やばいね。とローストビーフのサーモンとマンゴーのサンドですよ。すごくない？食べ過ぎじゃない？あれめちゃめちゃうまそうだね。あれやばいでしょ。サンドイッチ焼けましょうか。普通にこれはこうやって食べればいい。出してこう。ああ、そうじゃない。超美味しそうよ。ちなみに全部半分ずつだね。これサーモンとバジルとクリームチーズが入ってる。で、私はローストビーフわさびにトマトと。いただきます。バジルが効いててうまい。パンもしっとりしててうまい。買うよ、サーモン。本当になんかパツパツ入ってるね。うん、まっ。これの方が美味しい。このサーモンめっちゃ美味しい。うん、うまそうじゃない？すごいね。マンゴーとブルーベリー。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。これも。このマンゴー。チーズと生クリーム。マンゴーに生クリームにマンゴーソース。ソースか。めっちゃ美味しそう、匂い。匂い半端じゃないんだけど。本当だ、ね、めっちゃマンゴー。はい、いただきます。デザート、うん、なんかフルーツサンドイッチのいいところは甘すぎないよね、うん、
スポンジケーキだったら甘いに甘いに甘いになる。これめっちゃうまい。で、あれパンがめちゃふわふわだね。食べるのが早くない？これあげないよ。いや、いいや、俺マンゴー食べる、もう一本。No? それ食べていいよな。 No? これは私の最後に食べるものだよ。半分食べていい？ No! ケチ。なみんな持って帰って買ってる。今日の夜ご飯としてもう一回食べれるの。うん、うん、もうこの人と一緒にいると全然ゆっくりできない。タカの食べるスピード私の倍だよ。うまっ、ね、no! ちょっとだけ、no! 一口、no! じゃあ二口、no! じゃあ三口、 no, no, no. 美味しかった。あ、美味しい。ちょっとシェアして。もうシェアし終わったよ。最初はさ、2個あったから1個ずつだったけど、今はこれしかないからさこれをシェアするタイミングタイムで変わりますから、状況は。の、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかったね。フラマサンド美味しかった。三重県鈴鹿市鈴鹿サーキットの近くにあります。今日全然時間がないけど鈴鹿サーキットまで来て外からちょっと見たいなと思った。めちゃくちゃ大きいね鈴鹿サーキット。めちゃめちゃでかいよ。なんでしょうね。遊園地もあったりサーキットがあったり、後ろに遊園地があったよ今。いやいや、これを見つけたよ。2人乗りのカート、ゴーカート、めっちゃ面白いよ。また来よう。これでレラとレースすればいいんじゃないの。1台ずつ借りて、どっちが速いか。私は軽いから。鈴鹿サーキット楽しそうだ ね。びっしょびしょまた今度来たい。鈴鹿サーキットの遊園地とレーシングカーで、そうだね、動画撮りましょう。また今度また企画しよう。今日の動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。